ありがとうございます調子が落ちてくれない営業のコツ、今日は今、ニーズがないと言われた時の切り替えークをテーマでお話ししていきたいなと思います、えっと。ご質問いただいておりまして、えっと、現在、面接工上についてを考えている方はおつなぎいただけますかというテレアポ投稿されているということなんですが、えー、先ほどで、今ですね、今、面接をしていないですと受付の方,々方から言われた時の対処法を私だっ笹田さんだったらどう切り替えされますかというご質問いただいております。ありがとうございます。 難しいですよね。まあ,あの、面接向上についてということで、ちょっとアドバイスさせていただいて、実際取り入れていただいて、そしたら、まあ今、今、面接してないですって言われたというとき、まあ、言い換えてしまうと、今、近々でニーズがないですと言われたときの対処法なので、まあ、そこをテーマでですね、お話をしていきたいなと思っております。はい。で、えっと、まあ、直近でニーズがないと言われたときの対処法っていうのは、基本的には2つしかなくてですね、まあ、時系列で見たときに、今やってないだけなので、過去やってたか。 将来やる予定はないかっていうので、今 NG でも時系列で見れば過去と未来という時間があるわけなので、過去の話をするか未来の話をするかのどちらかなんですよね。なので、えー、とトークの流れでいくと、今してませんと言われた時、えー、ときに、私だったら面接をするっていうことは、最終の目的は採用するっていうことなので、ヒアリングを1個戻してですね、あ、 今してないですって言われたらあ,ありがとうございます。今採用活動はそもそも行っていないということですかっていう形でまず聞き直します。で、なんでこれを聞くかっていうと、次のトーク、相手を褒めるポイント私は作りたいんですよ。 テレアポの中で私、意識しているのが、まあ、できる限り相手の褒める場所、ポイントを作るというのは意識をしていて、相手を褒めることで、相手を認めている、受け入れているということが伝わるので、関係が築きやすくなる、会話が続きやすくなるんですよね。で、このタイミングでなんで採用活動を行ってい,行っていないんですかという質問をするかというと、この人手不足の時代にすごいですね、ちなみになんですがという形でトークをつなげたいんですね。 なので、まあ、今のご時世は人手不足、人がいないということで悩んでいる企業が多いので、まあ、その中で採用をする必要がない状況ってすごいですよねっていうことを伝えると、まあ、ちょっと業種によって嫌みになってしまうケースもあるので、まあ、そこは相手によって使い分けが必要なんですが、努、ま、力、あ、をしていくと。な 全体まとめていくと、今してないですと言われたら、あ今、再開活動はそもそも行っていないということですかって、はいって返事が来たら、あ,ありがとうございます。もう人手不足の事前、素晴らしいですね。ありがとうございます。ちなみになんですが、というところから、過去の話をするか、未来の話をするかにつなげていきます。で過去の話っいうのは、要は過去を遡るということなので,で、ちなみになんですが、今はというこ,と,いうことも、以前は面接で実施されてたということですよね。 っていう形でですね、過去の面接の状況のヒアリングに移るパターンが過去遡のりパターンですねでな。このトークから何をしたいかというと過去の面接の感触や状況っていうのを聞きたいんですよ。 でまあ、面接の課題がそこから見えてくれば、将来的にあの面接をするとき、今後面接をするときにお役に立てる情報がありますので、お持ちさせてくださいという形でアポにつなげていく。要は、相手の課題が分かっているので、それを解決しますよというトークにしていくということですね。ただ、ヒアリングをして質問に答えてくれる関係ができていない相手にはなかなか難しい可能性が高いので、そこはちょっと相手の反応を見ながら使い分けをしてもらえればと思います。 なので、未来の話をするトークというのがもう一つあるとお話をしました。これはもう単純で今後一切、採用のご予定てないんですかという形で聞いちゃうんですよね。で今ないですって言、もう将来的にもないですって言われたらこれはまあ本音かどうかわかんないですよ。もうないですって言って早く電話切りたいだけの可能性もあるので完全にうのみにしてはいけないんですが、まあ、近々で任意、面接をやる予定がない、もしくは面接について今は話を聞くつもりがないということなので。 そこに関してでいけば一旦引いてまた別のタイミングで連絡をした方が良いかなという、まあ、分け方ができるという感じでございますなので、まあ、今はないっていうところには今っていう言葉を大事にして過去やってましたよね未来どうですかっていう話につなげていきながらアポにつなげていくただその手前ではちゃんと今の状況については褒めたりとかコメントを入れて今のあなたの状況は理解しましたっていうことを伝える必要がありますのでそこを踏まえた上でぜひアプローチしていただきたいなと思っております本日は以上です 営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました、えー。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、えー、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、えー、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、えー、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。